山田です。うまい棒は明太子味が至高だと思っている方、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。僕はもう小さい頃から明太味ですよね、これがね一番好きだったんですけれども、あのねやっぱね同じくだよね、同じぐらいねこのねコンポタ味だよね、こいつはこいつで好きなんですよ。で、まあ、この2つってさやっぱ昔からあるなんかこのレギュラーメニュー感あるじゃないですか。でもさ新作とかも結構あったりするじゃん。あのこの2つが僕の中でちょっともう基本買うならこれなっちゃってるんですけど、これ以外で美味しいやつこれ意外とおすすめですよってのあったらよかったらみんなちょっと教えてください。はい、レギュラーもう一本ちょっと入ってくるかもしれません。はい、ということでね冒頭からいきなりうまい棒の話でございましたが、今日の動画はですね来週のポケモン GO のイベントまとめおよび週末やるべきことでございます。こちらの動画は金曜日に公開ということで、まあ、今週の土日ですよね、もう週末ポケモン GO まず何やるべきなのっていうお話、そしてですね、明けた月曜日からですよねポケモン GO のイベント、ちょうどですね新しく、エスパーウィーク、来週開催のエスパーウィークの詳細も発表となりましたので、こちらの詳細および、まあ、どういうことをやるべきなのかっていうところのお話、この辺もやっていこうと思います。ということで動画の冒頭では、今週末やるべきことをお話ししていこうと思います。それ大丈夫では分かっているという方はですね、飼育はスッと飛ばしていただいて、後半のところから、ね、見ていただければなというふうに思います。それじゃあやっていきましょう。まずですね土曜日、明日ですよね、まあいいかの限定リサーチが入手できるイベントが、開催されます。こちら時間限定でございますので皆様必ず参加しましょう。9月3日土曜日の11時が14時ということで、お昼前後ですよねの開催となっております。こちらなんですけれども、まあいいかがですね限定のタスクですよね、ポケストップクルーマして、入手できます。で、今回まあいいかの色違いが初実装となっています。光のシーンシーズンですよね、だと野生で一応マイカ湧くんですけれども、まあ、いっぱい出るポケモンじゃないんですよ普段はね。なのでできることならば色違い今回、出しておいた方が、まあ後々ですね、あの時取っとけばよかったなっていう後悔もないのかなと思います。でこちらのイベント自体ですよね、野生もね切り替わると言われていまして、悪タイプのポケモンとかですね、そういったものがですね結構ピックアップされております。11時から14時の間はですね、アローラ、コラッタ、ヤミカラス、ヤミラミ等のポケモンが出現率が上がります。で、野生別になんか厳選したやついないなという方もいるかもしれないんですけども、そういう方はですねとりあえずヤミラミはしっかり捕獲しておきましょう。こいつ捕獲した時の星の砂ですよねっていうのが通常のポケモンよりも多い設定になっております。なのでまあ砂ですよね、どんなトレーナーさんも欲しい、必要なアイテム砂、星の砂、こちらを貯めるという意味で、ヤミラミこいつをしっかり捕獲しておきましょう。さらにですね今回のこのマーイカのイベント中はですね、ポケモン捕獲時の雨が2倍になりまして、さらにマーイカの色違い確率も上がっております。なのでまあマーイカ色違い厳選っていうのは、ね、タスクでいつもよりは、やりやすいよっていうのがまず一つプラスでですね、雨2倍がありますので、まあさっきのね、まあ闇ラミももちろんそうなんですけれども、まあ例えばそのガラルジグザグマですよね、これね立ちふさグマになってくるとね結構優秀なポケモンでありますので、それ用のね、雨集めみたいなのもちょっとやってみてもいいかもしれません。ということで今週末はですね土曜日のマーイカイベントをお忘れなく。それでは、月曜日以降ですよね、平日からのポケモン GO、やるべきこと見ていきましょう。まず月曜日です。月曜日にですねスタートするイベントというのはございません。週間リワード受け取るタイミングでございます。卵をしっかり開けてですね、こちらから開けましょう。でこれ火曜日からですね、メガレイドですよね、こちらが切り替わります。なので今現在出ている、メガ電流ですよね、こいつの厳選チャンスは月曜日が実質ラストというふうになっております。まあ電気タイプのねメガ進化枠というところ、あとまあドラゴンタイプっていうところでもね、使える、メガ電流ですので、まあこいつのですねまあなんだかんだまだ図鑑登録してないんだよという方はですねエナジー一応ね、貯めておいた方がいいと思います。そして火曜日からですねエスパーウィーク、こちらがスタートいたします。こちらの詳細発表来ましたので見ていこうと思います。はい、エスパーウィークなんですけども新たにですねメガ進化メガフーディンが実装されます。はい、メガフーディンですね、
むっちゃ強いんです。はい、攻撃がね、フーディンって元々高いんですけども、これがもうさらに伸びるんで、まあ、一旦作っといた方がいいんじゃないかなというふうに思います。エスパーウィークなんですけどもね、9月の6日火曜日から9月の12日の月曜日、まあ、来週の頭までですよね、まで開催というふうになっております。メガフーディンちょっとね、ステータス、種族値見ていきましょう。はい、メガフーディンはですね、フーディンからね、タイプが変わりません。エスパータイプのみとなってまして、すごいな、CP。XL の飴使ったら5000まで伸びるんですね。驚異の数字ですね。そして攻撃の種族値が367でございます。バカ高いです、これ。もう、普通のポケモンたち話にならないじゃんぐらい高いんですね、こいつね。はい。ただし、まあ、防御は207、HP146 ということで、もともとフーディンがね、高いところが高い、低いところは、まあ、低いよ、みたいな、状態になってるんで、まあ、長所と短所が変わらない、状態となっておりますね。まあ、エスパータイプといえばね、ミュウツーですよね。が、まあ、まあ、最強アタッカーとなっているんですけども、まあ、メガフーディンで比較すると、まあ、ミュウツーも目が来るんで、メガ同士で比較しろって話なんですが、まあ、現状まだ実装されておりませんので、メガ、ミュウツーはね。メガフーディンさんですね、367に対して、ミュウツーが300なんですよね。はい。まあ、なので、まあ、ミュウツーは艦隊組んだりできますけれども、まあ、一匹だけ単体での火力で言ったらですね、フーディンさんも全然バーゴーンともう上に来ちゃっておりますので、皆様、しっかりと攻撃マックスのフーディンとかがいたらですね、メガ進化一回させておきましょう。で、さらにですね、今回の期間中ですが、フーディンがですね、レガシー技のサイコキネシス、こちらを覚えることができます。まあ、こちらユンゲラをフーディンに進化させたりとか、レイドですよね。で、フーディンが出るとのことなので、こちらを捕獲することで、まあ、そいつがサイコキネシスを覚えてますよ、というふうになります。エスパー技としてね、非常に優秀なので、まあ、フーディンですよね、メガ進化で使うんだったならば、基本的にはまあ、サイコキネシスを覚えさせるのがいいんじゃないかな、というふうに思います。あと野生ですよね。のポケモンもね、エスパータイプがね、基本的にピックアップされます。で、運が良ければですね、ユンゲラーもね、出てくるということなんですよね。で、これユンゲラーね、野生でいる、これ取る、即進化させるっていうところでもね、フーディンね、用意できるので、まあこれいいですよね。あとはですね、つい先日ですよね、色違いが実装されました、ムンナ。これもですね、出現率アップの対象となっておりますので、これもワンチャン狙える。これ嬉しいですね。あとはスペシャルリサーチで、ヤジロンとかチリーン、リグレ、スリーパー、こういったポケモンがいけるんですけども、チリーンですよね。砂、美味しいので、こいつはちょっとね、まあ、タスク貯めて、星のかけら砕いて砂回収みたいな、ストックをこう取って回収みたいな、それもできるかなというふうに思います。レイドボスなんですが、まずデオキシスですよね、が4種類ですね。スパイウィーク中出現、そしてメガフーディンとなっていまして、星3レイドがアローラライチュにソーナンス、キリンリキ、ヤレ、ユータン。星1レイドがアンノーンの EPS 型とニャスパーですね。で、残念ながら今回ね、色違いはね、アンノーンちょっと出てきません。基本的にはこう発表されてる時だけです。色違い出ますよって発表されてる時しか、アンノーンの色違いって厳選できませんのでご注意ください。あとは7キロ卵もね、ちょっとエスパー寄りのねポケモンたちですよね。エスパータイプのやつが出てくるという風になります。そしてこのエスパーウィークからですね、リグレーの色違いが実装となります。こちら野生タスクタイムチャレンジ全部でですね、一応まあ厳選可能と出現しますよという風に言われていますので、まあこちらタスクもね。だからちょっと積極的にですね、こなしていきたいですね。まあ、期間もね、まあ、一応ね、火曜から月曜までって、まあまああるんで、まあ、その間諦めずにですね、ちょっとね、狙っていきましょう。そして、エスパーウィーク中ですよね、こちら9月の11日、日曜日なんですけれども、デオキシスのレイドデイが開催なんですね。しかもこれ、時間が14時から17時ということで、まあ、さっきの、まあいいかとかとはね、ちょっと時間割が違うので、ご注意ください。これ、デオキシスレイドデイはですね、4種類のですね、まあ、デオキシス全フォルムがですね、まあレイドバトルとして登場しますよと。で、あと無料のレイドパスもね、5枚までもらえるので、全然課金しなくても5000まではできるよと。で、さらにデオキシスの色違い確率もアップという風になっております。まあ、なので、デオキシス、そういえば色違いね、こいつ、例えば、スピードフォルムだけ色違い持ってないんだよな、とか、逆に、まあ、ディフェンスしか持ってないんだよな、とか、そういう方いるじゃないですか。まあ、なので、持ってない色違いデオキシスをここで入手するチャンスとなっております。9月の11日、スケジュール開けておきましょう。ちょっとエスパーウィークのお話をしてたので、いろんな日程のね、この日は、みたいなお話しちゃったんですけども、一旦今週のまとめの方に戻りますね。エスパーウィークが始まる
る火曜日なんですけれども、スポットライトアワー、こちらもございます。9月の6日はムンナですね。はい、ということで、まあここでまたね、さっきね、まあイベントの時のムンナもいるよ、だそっちもいるじゃん、狙えるよって話したんですけども、ここのスポットライトアワーでも狙えます。はい、ムンナがちょっと1時間大量発生しますので、この前ですね、ムンナ色違いね、撮れる時撮れなかったよと、ゴーフェスフィナーレじゃ無理だったよって方は頑張りましょう。僕もちょっと撮れなかったんでね、これ頑張ろうと思います。さらに星の砂2倍もあるので、ムンナのね、スポライ中はですね、星のかけら砕いておきましょう。そして水曜日レイドアワーがございます。18時か19時の間ですね、デオキシス全フォルムが登場という風になりますね。なのでまさかのですね、これ水曜日も日曜日もデオキシス厳選いっぱいできちゃうっていうことですね。なので、まあデオキシスね、ちょっとしっかりとやっていきたいんですが、残念ながらですね、これレイドアワーの方は色違い確率っていうのは変わってないというお話なんですよね。まあなので色違い狙いですという人はですね、水曜日はパス使わずに、まあ週末ですよね、レイドデイに症状を合わせるっていうのも、一つの手だと思います。翌日木曜日ですよね、まあ特にイベント切り替えございません。で金曜日の午前中からですね、光のシーズンの、ゴーバトルリーグのエスパーカップ、こちらが、スタートします。9月の9日金曜日から9月の16日までの間はスーパーリーグ&エスパーカップというこの2つのねリーグが、挑戦できます。エスパーカップはですね、 CP1500 以下ルールでエスパータイプの、のポケモンですよね。まあこれエスパーと何々みたいな、もう一つタイプが入ってもね、問題はなくてですね、その代わりミュウ、こいつはできません、使えませんよというふうに言われています。ということで、まあ普通のスーパーリーグにねちょっと飽きちゃったなという方はですね、エスパーカップ、こちらやってみるっていう人もいるのではないでしょうか。そして土曜日、日曜日なんですけれども、まあ、日曜日は先ほどね、お話ししたレイドデイ、デオキシス厳選できるよってのがあって、で、土曜日は土曜日ですね、お月見ピッピというイベントがですね、夕方から開催なんですよね。ただし、これに関してはまだ詳細発表が来ておりません。なので、こちらね、またね、情報発表来ましたら、追って動画の方でお話ししようと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、9月のイベント発表がね、来たことによってですね、ある程度スケジュールが立てるようになってね、よかったなと思います。個人的にはですね、やはりエスパーウィークのですね、メガフーディンですよね。まあ、これがどれくらいちょっと強いのかっていうところがすごく気になりますね。まあ、イベント始まったらね、メガレイドやって、一押し作って、で、まあ、コツコツね、メガレベルですよね、上げられるようにするためにちょっとエナジーね、多めにちょっと貯めようかな。はい。フーディンだったら100いた気がするんで、まあ、そいつの技をサイコキネシスになってなかったら変えてあげてもいいかな。はい。まあ、今回ちょっと準備しましょう。エスパー枠ですよね、のメガ進化っていうのは、まあ、他にもね、例えば今までだったヤドランとかもね、いたので、じゃあヤドランでそういえば、メガレベルマックスだから、だったなって方は、まあ、そいつをこうメガ進化にね、このエスパーウィーク中させてあげれば、まあ、伝説レイでもそうですし、あとはま、エスパータイプのポケモンたち、野生のやつ捕獲の時とかもね、雨効率とかもね、悪くありません。うまいこと活用していきましょう。はい、ということで今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。山田ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタのチャンネルございます。もしよろしければこちらもチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃ、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。